お待たせしました。最高位戦関西新人王エキシビジョンマッチ、これより3回戦の対局を行います。実況は最高位戦関西神崎愛です。解説は同じく阿部です。立花です。はい、この3人でお送りしています。ハンちゃん3回戦の3回戦目となりました。これで決まりますね。これで決まりますね、はい、ちょっとポイントの確認をしていきます。ただいまトップが関谷 38.3 ポイント、続いて野村 25.6 ポイント、続いて稲脇 21.6 ポイント、4位が入川マイナス 85.5 ポイントとなっております。僅差ですね。僅差ですね、はい、1人だけちょっと悲しいことになってますけど、はい、そうですね、それ以外はこれはもう、はい、着順が、はい、物を言うと、物を言うと、はい、上だったやつが勝ちっていうことですね。はい、はい、それでは見ていきましょう。画面切り替わりましたね。はい、いよいよ最終戦となりました。ちーちゃが稲脇、なんちゃに入川、シャーちゃが関谷、ペーちゃが野村となっております。トーン1曲ドラが白です。さあ見ていきましょう。3人はほぼ着順勝負ということですかね。そうですね、はい、着順勝負なんで、これといってなんか、はい、気を落とすとかもなさそうなんで、もう自分の点数だけ、自分がより上の着順にいけるように打っていくっていう感じでしたね。まあ、また入川をどれぐらい無視できるかというか、はい、入川とは正直そんなに戦いたくないです、ね、勝負したくない。入川が上がるのはどうでも、はい、どうでもいいというと、その入川はドラが統一ですか。なんと、はい、ドラの白が統一です。入川は逆に言うとリーチさえ打ってしまえば、はい、大体みんな、なるほど、降りてくれる可能性が、はい、まあ親は来るかもしれないんですけど、はい、大体一人旅になることが多いかもしれないですね。なるほど、リーチさえ打ってしまえば。なんでもしかしたら、大きなトップを取ればということはありますか、イリカは。大きなトップを取れば、これ何ポイント差ですかね。はい、100ポイント。一番近い人で、はい、何点、何万点トップ？ 10 万点以上は。10万点以上は全然必要ですね。10万点以上は必要です。あ、でもたまーに転敗しました。イリカはリッチ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 ドラドラスーチーソー待ちです。さあ、その噂のイリカワが先制リーチとなりました。野村とかこう行きたいんですよ。行きたくてたまらないんですね、はい、これ、うん、形がいいですね。たまらないんですけど、これはもうイーピンの取り添う年ですね。なるほど、入川とはそんなに戦いたくないと。そうですね、本来は結構行きたいですけどね。はい、しっかり条件意識して各自打ってる感じですかね。そうですね。野村はイーピンの統一落としをしていきます。稲脇はどうでしょう。稲脇は、稲脇も現物のキューピンを打ちました。そう、ドラが切れないですもんね。なるほど、ポツンと置いてるドラが気になりますかね、うん、バッた時に行くかどうかですね。さあ、3者が全員対応していってるという感じですかね。入川のリーチに対して、もう先にパーソー、パーソー現物ですね。なるほど、はい、しっかりね、皆さんね、うんうん、はい、やっぱり親だけはちょっと行きたいけど、とはいえとはいえ、ね、とはいえとはいえ、手配もそうだし、はい、まあ見当たらないですね。関谷が、関谷は完全に1234統一、一応チー統一のジャンシャンって言いますか、はい、ちょっと無理っぽいですね、うん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 、ということで、じゃあ土その枚数を数えましょうか。土層は野村が2枚使ってますね。稲脇の手にも2枚あるんで、スーソーがない。スーソーはない。チーソーは野村が1枚だけかな。ということは山に3枚あります。マウンテン3、はい、
十分積もれる確率ありますね。今日はけど上がれないんじゃないですか。今日は今日は上がれない。あ、今日は今日はダメな日とかあるんですか。今日の感じ見ると今日の感じでいくと見ると、いやー、もう5巡目のドラドラ連盟リーチ積もれないとか、もう麻雀勝てないっすよ。無理っすね。あの村手詰まりですか。まあ、リャンピン、そうっすね。イリカは今日最初筋ピン三回いける方を選んだと、リャンピンはシャンポンに当たるけども。はい、3品はシャンプーに当たる、はい、集まりましたね。リーチつもドラドラ2000、4000の上がりとなりました。裏1枚乗りましたね。こういう時に、ね、裏乗るんですよね、はい、ね、いらない、いらない、いらない裏が。イリカワの2000、4000の上がりとなりました。はいはい。イリカワは今日緊張してるって言ってたんですけど、イリカワこれ初上がりですか今日。そんなことない。初上がりではないんじゃないっ、うっかり初かもしれないですね。なんか上がってましたっけ。なんか上がりましたっけ。で、割と我慢の局面が多かったのは印象に残ってますが、そうですね、上がってないかもしれないですね。イリカ加点、はい、さあ今漫画をつま上がりしたイリカワの親番になりましたトーン2曲ドラがチーピンです。ここは無限に続けたい。なるほど、無限に続ければイリカワにも目があると。無限ですね。ここ、はい、降りない、10万点トップ目指してますから。降り、降りたらダメな場面ですね。お前ら今から終電までやるぞと。なるほど。イリカワはどうですか、そのそういう粘り強さ。終電、終電の時間とか、終電あるから帰るとか言いますか。いや、あの終電の時間だけ気にしときましょうか。ああ、なるほど。後で調べときましょうか。そうですね。はい。けど、まあ行くときはもう全部行ってくれるんじゃないですかね。もう、うん、そうですね。さすがにここはもう、で周りもこのイリカの親番は手を広げにくいんですね、はい、だから関谷も、はい、あ、仕掛けもそう、仕掛ける手なんですけど、あ、ちょっと、まあそうか、ちょっと打点でも注目しようか。普通ですね。はい、はい、普通でした。ちゃんとも見える手配ですね。そうですね。次のトーンはちょっといけるか分かんないですね。うん、泣かないかもしれないですね。守りをちゃんと置いとくためにってことですか。イリカにリーチが入った時に、そうですね、受け駒がないんで。なるほど。いつもあったらね、これ全然ポンするんですよね、僕は。うん、手配に安全牌なくなるんですけど、ヤクヤクポンっていう打点と周りに対する威圧感で、はいはい、このトーン出ますかね。このトーンは考えてますね。出ないか、出ないんだ。イリカは以外の3者は受けもしっかり考えて、そうですね。イリカは目いっぱい。イリカは目いっぱいですね。さあ、野村がドラのチーピンをカンチャンで入れましたね。稲脇は、そうですね、上がれそうなんで。はい、稲脇はこれでイーシャンテに受けましたね。日差しも見えて、はい。リーチ入りそうですね。リーチそうですね。いくら押し返しがあるとはいえ、うん、なるほど。イリカワが降りないのはもう、イリカワが降りないのは分かってるんですけど、二、はい、差しでテンパったら嘘を考えてますよ。どうします？どうしますこれ？嘘を決めましたね。はい。三勝ですね。さあ、イリカワ手が進んでます。いいシャンテンですね。広いいいシャンテンです。関谷も手が進んだ。来た。野村はちょっと守りのことも考えてますかね。簡単に面白いかもしれないです。これでローソーですか。そうですね。はい、ローソー、ローソー。ドラを固定しました。はい、関谷はちゃんたに切り替えるためにスーピン。はい、野村がドラのチーピンをさらに引いてきましたね。みんな一気に動いてきましたね。はい、手配が。ただこれ入川か、入川はこう魔法の言葉を持ってるわけですね、はい、リーチと。なるほど。入川の数層はチーしませんでしたね。関谷そっち数層、はい、135ですね。ああ、チーしなかったんですね。はい、チーしたらテンパイは取れたんですが、チーはしませんでした。これ、ヤンソーだったらチーするとかあります？そういう、そういう主張ですか？ 3900 日タイマーですか？ちゃんたになるんだったら、チーして攻めてもいいよみたいなのあります？うん、テンパイは取りそうですけど、僕は取る。なるほど。ですが。取らなかったですね。うん、取らなかったですね。数層チーはしなかった。お、これは野村チートイツの、チートイツドラドラのテンパイが入りました。パーマン短期待ちでリーチはしません。これはぶつかるんですか？これ何短期でテンパイ？パーマンは親の現物です。いやー、これ野村
行きたいな、リーチ行きたい。すっと息を引き、急いでますか。来た、行くか、これ。E ピン短期。E ピンを引いてきて、考えてますね。E ピンは、これね、そうなんですよね。パーマンはね、パーマンけど良さそうですね。そうですね。パーマンは良さそう。イリカはドラドラになりましたね。これで。いけないか、リーチ。ペンサンマンチ。ペンサンマンはチーして、セキヤがカンリャンソーの天敗です。ハクチャンタですね。これカンリャンソーって当たることあるんですか？カンリャンソーは。さあ、野村が待ち替え、ペイに変えました。これは当た、2枚切れのペイです。135なわけなくないですか？そうですね。カンリャンソーを稲脇が今止めましたね。泣いてないそうね。止めました。先輩。来ました。リーカワがドラを切ってリーチ。ローキューピン待ちです。何ですか、パーピン、チーピン、リーチってどういうことですか？で、ローキューピンが当たります。これ、ウーピンって、ダメ。さあ、関谷。これ行くでしょ、ピン行きましたね。ウーピンは行きますね。野村は、あー、パーマン。積もってた。うわー、痛え。痛え。これ痛え。これ痛え。うわー、一発よ。さあ、イリカワがリーチ、一発積もピンフ、ドラ1。ドラ1、はい、はい、4000オールの上がりとなりました。休めかっつって乗らんかっつって、それ僕でイリカワが上がりました。乗らんかっつっ つって4000オールでほんまに乗せていきたい場面ですもんね。これ乗せていきたい、さっき乗ったのに ね、そうさっきのやつ、ウーファンちょっと1個移動したらいい、ね、横に引っ張ってくるってありました、ね、引っ張ってきたら、ね、6000オールってさあ、トン2曲、今4000オールを積もったイリカワの親番が続きます。一本場です。夢の10万点超えが見えますね。ちょっとドラがシャアです。鍵開けたぐらいですか？今鍵開けました。そうで次ドア開けます。ドアノブに手をかけるぐらいで誰かガチャって閉める。ちょっと上手いか下手なんかちょっと分かんないんで誰かがガチャって中途半端なのやめます。うちにおる誰かがガチャって閉めるかもしれないですけど、あ、中にね、そうそう、中に関谷さんあたりがいるかもしれないんでね。そうそうそう、ピッキングはしたみたいな。ピッキング、あ、それコソドロみたいな言い方ですか？そうそうそう、夢のドア。まあちょっとぶち破ってほしいですね。さあ、その入川ですが形いいですね。いや、これまたエビ1じゃないですか。うん、はい、まだ加点できそうですね。関谷は7、8、9です。野村もさっきペー短期で粘ってたんですが、いや、あのパワーガイの足がね、はい、痛いですね。ちょっと無理です、ね、あれちょっともう、いや、まあ選べないと言ったら嘘になりますけど、はい、うん、とてつもなくよかった。うわー、払ってもうてる、払ってもうてる。いやいやいや、もうすぐにでもテンパりたい場面ですね。なるほど、まあこれちょっと泣くと思います、ね。野村が役配ドイツ、稲巻も役配ドイツ、ノギチートイツのイシャンテンですか。チュンが出ましたが、これには声をかけませんでした。野村ですね。野村は泣かすと、はい、はい、そうですね、泣かなかった、はい、それこれで す、 そうです、ね、2枚目は泣きそうですが、稲脇は天敗、チートイツ天敗、パーピン短期待ちでリーチはしません。だが、はい、イリカは悩んでますね。ニュアンスを切りました。ほんのり234とかも見てますかね。ほんのり、ほんのり、ほんのり234 さあ、野村、村もチューンは泣かなかったんで、守りのこともしっかり意識してる感じですかね。そうですね、これいきますか、リーチ。稲脇はこれは良さそうですね。ドラドラのチートイツです。行ってまいりますか。考えてますね。ドラドラか、ドラドラです。シャアがドラなので行かない。ちょっとね、皮がね、はい、弱いんですよね、ちょっと。なるほど。心もとないのかな。しかもパーマンも1枚も切れてるんですよね。まだ大丈夫と。まだ俺は選べる猶予があると。なるほど。これですか。エイソ切りましたね。エイソ自身で切ってる範囲なので。さあ、イリカは間に合うかな。イピンは切りました。村もドラが浮いてる形にはなってますね。こいつか、チュン来た、こいつだ。一枚切れのチュンでリーチ。いった、チュンは野村が孵化した。野村、あ、そうです、野村が2枚持ってます。野村が孵化している。待て待て、野村は野村これ大丈夫ですか。パーピンがあるんで大丈夫ですね、はい。
さあ、このチーソーを、セキヤがチー。ちゃんとトンバックですね。ターマンを切ります。これ9万も行くぞっていう構えですか？どうなんでしょうか。速を消すためのチーなのか、前に進むためのチーなのかっていうのはちょっと、まだわかんない、ね。ああ、一発消しもありますね。そうですね。はい。これね、野村は多分がっちり降りるんで。さあ、イリカはここで。もう全部。行きますね。ヤンマンスーマン払いたいですが。放順したら終わっちゃうから。なるほど。ヤンマンスーマンの二筋プッシュはちょっと厳しいと思ってるってことですよね。はい。まっすぐ行きたいんですよ。まっすぐ行きたいんですけど、はい、ロンって言われたら終わっちゃうので。なるほど。で、スーマン通りましたと。はい。ただ三度行きますか。スーマンを先に切りましたね。通ってる範囲を先に切れた。はい。しっかりそこも対応しながら、前にも進みながら。そうですね。んこれは野村が白を統一にしました。これ粘ったら出ちゃう。粘ったら出ちゃうかもしれん。これね、チートイって断定できないと思うんだよね。うん、だから最終のパワーンはちょっとなんか、なんで持ってたのって。2巡目にチーマン切ってますね。思うかもしれん。野村はね、すぐね、人の手配をね、チートでしょって言ってますよ。本当に。そういう癖のある方ですか？安倍さん、それどうせチートでしょって言ってくるんで。さあ、イリカもインシャンテで粘っている。イリカ行きますね、これ。これは。本店も自殺。ピンチですよ、これ。野村は間から抜いて、もう行かない構えで。もう行かないですね、野村は出ないですね。行きました。さあ、イリカはこれ、テンパイですか？来てなかった。まだですよね。まだですよね。はい、イーソーはフリテン。フリテンです。フリテンではない。フリテンではないですね。リャンソンを切ってるだけですね。オーラー降りる範囲がありますか？これ大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。三蔵、はい。これを泣くかどうか。さあ、イリカはチーをして、テンパイ、ウーパーマン待ちのパン屋をです。はい。なんとか。先輩を取ったという感じですかね。そうですね。実装はさすがにもう泣きますか、はい、1、2、3、これ泣きますね。稲脇としてはなんで上がられへんねんって思ってますかね。山にでしょって思ってるかもしれないですね、はい、誰か固めとんだともうそろそろないかもっていうのはありますかね。そうですね。薬杯をみんな1泣きするフィールドだったら結構残ってることが多いんですけどね、はい、だって孵化したりする人がいるとはいこういうことも。イリカはもうテンパイしてるんで全部行く。全部行きますね、はい。ドラも行きます。ドラがあるかどうかはドラないですね。ドラは1枚ずつ関谷と野村が持ってます。パワーかどうかを確認して違ったらできると、はい。一応取ってるチーマンの方切りましたね今。そうですね。はい、最後の入る。背景が、はい、もうすぐ稲脇が背景になりますね。はい、これが背景。はい。はい。流局しました。今回は稲脇と入川の2人転敗となりました。積みますね。はい。積みます、ね。これで3人がの点数が並びました。お。なんとこの転敗量で。並びましたね、はい、面白くさせてくれますね。ちょうど並びました。2万2500点が3人、入り川がトップで5万500点持ち、5万800点持ちとなりました。これで、突発の親の漫画のかぶりを消しにしたと、はい、そうです、なんと綺麗に帳消しになりました。と2曲2本はドラが老僧です。親は引き続き入り川となります。教託が1本あります。さあ入り川のハイパイです。なんか、はい、関谷がインシャンテン。なんてこった。関谷が一番速そうですね。関谷速そうですね。圧倒的ですね。形のいいインシャンテンでしたが、入川も両面引き入れたんでちょっと良くなりましたよ。そうですね、はい、野村も全然悪くないですね。稲脇もぶつかりそうですか。悪くはないです。入川がメンツが一つできました。あ、今
関谷どうなりましたかね。関谷がいいシャンテンですね。いいシャンテンですね。さあ、いいかは。関谷いいシャンテンですね。闇のチャンポンいいシャンテン。これですね。これ持ってきて、おここで。あ、ヒューマンを切りましたね。やっていましたね、これは。これは、タンヤを見て、あ、違いますね。タンヤを見てですね。タンヤを見てってことですかね。タンヤを見てってことですね。お、いいかも。いいかも。一日さんが見えますね。いいですね、3色の見える形。ちょっと急に打つスペースが早くなりましたね。ちょっと追いつけない。稲垣はこの手はね、切らないと思いますね。はい、そうですね。安牌で置いとくということですか。そうですね。なるほど。野村が。両門をポンして一気通貫の天牌。一気通貫の貫運送天牌。はい。一番乗り、天牌一番乗りしました。天牌一番乗り。一番乗り。どこどこどこ。一番乗り。地名ですか。道頓堀なら知ってるけどな。尻川にドイツと。でドラ表に1枚残り1枚、はい、はい、一気通貫とドラが1で、この運送は誰も全員使えるんですよね。なるほど。なので、これ相当厳しいですね。はい、取ったものの、ね、あと1枚ですかね。自分で引いてくるしかないですね、これは。はい、本当に引くしかないですね。やっぱり一番乗りとはいえ、稲垣も今の酸素チーするかどうかちょっと迷ったんですよね。なるほど。で、しかもですよ。はい。パーピンを切りませんでしたか、今。パーピン切りました、ね。パーピンを切りましたね、今ね。そうです。連冠の形には取らなかったですね。取らなかったですね。はい。これですね。これですね。はい。ちゃんとピンを残す。はい。もう守りはがっちり固めるぞっていう。守備力の高さが出てますね。はい。稲垣は普段から守備力高い選手ですか？そう。そうですかね。知らんのかい。バコも、ボコも。高いイメージありますけどね、到着した時は。バコバコ言ってるイメージはあんまりないです、ね。なるほど。さあ、これですよ。この人ですよ、問題は。ヒューマンをね、早めに切っていきましたが。さあ。この関谷とかいう人が、面単品ドラドラ。うわぁ、ウーピンが重なったんですが。嘘は50。うわぁ、嘘を選んだ。出なさそうなとこから出ましたね。出ないと思ってましたけどね。はい、野村の一通ドラ1、2000は2600の上がりとなりました。そうか。ただ、ウーピンでも宝珠なってると思うんで、ウーピンチーしてウッパーピンなんで、まあ、ウッパーピンチーして、リアウピン。あ、なるほど。下茶の。そうですね。現地席が。はい、3900に宝珠するか、2000点に宝珠するかみたいな。まあ、不幸中の幸いというか。なるほど。多分チーすると思うので、ね、野村が3社の中でもちょっと飛び抜けた形、26100点持ち2着目となりました。ちょっとだけ、ちょっとだけ。さあ、トン3局、親は関谷となりました。ドラは初です。さあ、関谷のハイパー考えてますね。何から、野村はパーピンがあんこになってます。稲垣は白がドイツになりました。この二人はだいたいターゲットが、はい、野村に絞られて、はい、一旦は野村以上を目指す感じですね、はい、そうですね、うん、稲垣いいですね。稲垣いいんですけど、稲垣はいいんですけど、白が出た時に、はい、ポンって言わなきゃいけないんですね、これは、はい、ドラ表示牌1枚見えてて、はい、そう、あ、ただですよ。そうなると、チートイツのイーシャンテンにもなりましたね、今。声が出ない可能性もありますね。チートイツのイーシャンテン難しいですね。これね。悩んでますね。これは難しい。メンツ店に行くか、チートイツに行くかの選択で。初ドラか。で、メンツ店にしましたね。はい、メンツ店にしました。初はポンですね。はい。はい、白ですね、白はポン。白はポンですね。で、ドラが出ていく形になっても、うん、まあいいと。関谷の親番なんで。なるほど。親の関谷に大きく上がられるよりは、そうですね、まあ、そうですね、はい、もうポンテンなら言いますよと、取りましょうと。なるほど。自身の上がりに向かう方を選ぶと。そうですね、はい、ポンするのもったいないような形の良さではありますが、まあそうですね、ちょっとね、これですね、白ポンしちゃうと、白ポンしないとね、はい、上がれないんでね、上がれないですね。
麻雀やる気あるんですかって言われちゃいますよ。しない。入り川逆に重ねると、はい、あ、そうですね、入り川はね、リーチのみとか打ってる場合ではないですかね。来た、野村リーチ、いいワンサンピンが入って野村の先制リーチとなりました。間違い、ヤンウーマン待ち、リーチタンヤオピンフですね。リーチタンヤオピンフ、メンタンピンってやつですか。はい、うん、どうだ、広げられたくないけど、放銃もしたくないので。積もわない。来たー、じゃあ降りてた。稲脇は白を切って対応していってます。お、お、関谷はドラッグが統一になりました。だけどもな。ただ、脇から出てこないんで、はい、開けることはなさそうですね。うん、なるほど。これ1枚ぐらい、これね、通ってないんでね。あー、降りましたね。でもこれパーピンぐらい。スーマンは中筋となってます。今、チーマン切れてるんで。まあ、各社対応していってるという形になりましたね。あ、違う、イペコできてなかったですね。すいません、22233でしたね。うん、はい、すいませんでした。これ、一人旅の時は、安倍さんの感染期ではどう書くんですか？一人旅の時は、感染期ではどう書くか。はい。一人旅のことなんて呼んだりするんですか？一人旅のことはですね、はい。はい、一人旅って書きますね。あ、一人旅って書くんですね。なんか、うまい言い回しがあるのかなと思って。一人旅の時は一人旅って書きますね。はい、あー、山出た。リーチ、見てなかった。稲脇が、うわー、このリャンマンを切って、リーチ、タンヤをピンフ、裏が3枚乗りました。1万2000の上がりとなります。そういうことですよね。リーチ、タンヤをピンフ、1、2、3で6本ありますからね。そうです。1万2000点なんですね。はい、1万2000点の上がりとなります。激痛だな。激痛ですね。ちょっとね、ちょっといい顔してますね。こんなとこで浦さん乗っけていいんですかね。なんか本番で、なんか今回は負けに来ました、ね、本番で勝つためにみたいなこと言ってた。本番で裏ドラ乗らないですよ。これはざわつきますね。他に降りる牌はなかったんですかね。またまあそれもちょっと後で、はい、そうですね、ちょっと検証しましょう。ヤンマンの方10となりました。いや、さあトン4局、今上がった野村の親となりました。ドラが言いそうです。だいぶ離れましたね。だいぶ離れましたね、はい、なんて言ったって1万2000補充すると何点離れるんですかね、はい、2万4000点ですか。2万4000点離れるんですよ。最初2万5000点しか持ってないですよね。そうですよ。そのに2万4000点離れちゃうんですよ。おかしくないですか、そのおかしいですね、こんなシステム。もうちょっとお財布に ねもうちょっとお財布に優しくしてほしい。2万4000脇から上がってやっと同点ですからね。そうですよね。そんなことあります？親で倍満上が、脇から上がってやっと同点になるぐらいの差がついちゃったんですよ。めちゃくちゃきつい。めちゃくちゃきついですね。めちゃくちゃきついですね。辛いけども。ただいい手。ここは持ち直して上がりに向かえるかどうか。そうですね。野村は加点できるかどうか。そうですね。はい。入川はまっすぐ。入川はまっすぐ。ただ点数は減らしたくないですね。さ、関はドラの印象を引いてきてちょっと考えてますね。うん。どこ払うか。ドイツの運送から払っていきました。うん、その心は。関はね、はい、僕ね、これね、関は前、C1 リーグ最終節を放送してたんですけど、はい、前もあったんですよね。ジャントークラッシュ。てか、二トイツクラッシュっていうやつですか、はい、なんか、はいはいはい、マージャンって基本的に、はい、ジャントを2つ持ったまま進めると、うん、効率的にすごくいいとされてるので、はいはい、あ、そうなんですね。トイツは2個以上持ったまま手配を進めることが基本的には多いんですけど、うん、はい、そう、このね、ジャントをクラッシュして、うん、くっつきとして、このウーソを残す。あ、1枚だけ残す。そうなんです。浮き配として使う。なるほど。浮かせ打ちってやつですか？多分あれ一気。テクニックですか？これは。一気通貫が見える。はい。かね、ウーソにくっつくと。で、3万は、両面変化。はい。で、ローマンとパンは6チッパの3色があるので切らないと。うん。いうことで、ダウーソーと。1枚は切るけど、1枚は置いとく。1枚は置いとく。もう1枚は置いとくと。もちろん、難があんこになった時に、はい、若干ロスはするんですけど、はい、ロスはするけども、
そもそも手配がそんなに良くないんで、はい、まあ、1個ロスしたとて、いいと。そのぐらいのロスだったら、そんなに痛くないと。なるほど。深いですね。いう主張じゃないでしょうかね。ここで、稲脇が想像3メーターに。一旦すっぴんを切るか。はい、あそこね、1枚目出てるけど泣いてないんですよ。そうですね、はい、あれはもう面単品ですね。あれ、ハクハクって今言っちゃう手もあるんですよね。はい。で、多分次に移る手ですかね。あ、次じゃないな。あ、次ですね。この野村の次に移る手なんですけど、はい、これ手に数ピンが残ってると、はい。3ピンを引いたり、数万を引いたときに、はい。面単品つも3式になるんですよね。なるほど。最高打点が見える。そうですね。シャンテン数はかなり戻、もう一個戻るんですけど、はい、これですね。はい。そう、最高打点の3000、6000が終えるので、どうせこれ両、数ピンを切った後にハクハクって切るんですよね。どうせ。はい、どうせ切るんで、まあ、数ピンより先にハクハクって行く手もあります。ただ、稲脇としては、はい。ハク行きましたね。そうですね。この時にハクが手の内に残ってる方が安全度が高いでしょうと。はい、なるほど。押し返したいから。しっかり守りも考えて、ね、さっき1万2000打ったけども、1万2000打ったけども、冷静に考えれてますね。ちょっと素晴らしい。という主張じゃないでしょうかね。はい、さあ、入川がパワーピン、トイツが2つですね。考えてますね。これはドラのいい層のところを払うかどうかってことですか？どっちの受けがサブローピンかローキューピンの選択ですね。じゃあ選ぶかですね。関はきついな。さあ、お前いいシャンテ。あ、スマ切りますかね。3ピン。3ピン切りましたか。もう受けてるんですかね。誰かがテンパってると。補充だけはしないぞと。テンパってる。これ全員リーチ来そうな局面だと思うんですけどね。多分テンパイをもう取らないのかな。いや、そんなわけないよね。これテンパっててリーチしない人って多分あんまりいないと思うんですよね。今は野村は親です。そうですよね。イリカが100万テンパってる時ぐらいしか多分リーチしない負担もないと思うんですけど、どうなんですかね。来た、これリーチですね。そう、大体みんなね、テンパったらリーチするんですよね、この局面って。なるほど。あの野村に親かぶりさせたい、はい、そうですね、打点は欲しいので、はい、さあ関谷の地位が入りました。チーが入りました。テンパイですね。テンパイを取りたい。テンパイを取りたい。取りたい。はい。盲点ですね。か、一発消しか。まあ、稲脇が、はい。まあ、そうですね。そうか。稲脇が積もると、はい。稲脇っていうライバルが復活するんですけど、野村と積もった分だけ点差はちょっと縮まるんですよね。はい、うん、なるほど。なので一発消しがそこまで有効かというと、はい、めちゃくちゃ有効な場面ではないと思うんで、多分これは多分純粋にテンパイが取りたいという、はい、相手も取れますか。それもありますか。あ、これチーしましたね、うん、テンパイ取りに行きましたね。そうですね。ベンチそのテンパイが入ってヤンソー打って、これが稲脇の当たり牌になりました。リーチピンフ2000点の上がりです。はい、はい、まあ野村もはい、いいでしょうというですね。そうですね。曲消化できて、自分も脳天やって脳天バップしかない。2着との差は、そうですね、3着との差はね、そうですね、広がるんで。関谷との点差も離れると。はい。むちゃくちゃいい方向に。はい。最終戦も難入となりました。難波に入りました。親は稲脇です。稲脇は現在、このハンちゃん4着目。1万2500点持ちです。トップ目が入川、4万8900点持ち。2着目に野村、3万8100点持ち。3着目に関谷、2万500点持ちとなっております。ただいま現状、ポイントトップは野村。そうですね。はい、3人で着順が一番上だった人が、はい、やって勝ちみたいな。ドラは2ピンとなりました。さあ、早速仕掛けが入りました。親の
稲脇がトンをポンしました。ここは野村も、ね、親番続けたい場面ですね。野村、稲脇、稲脇、あ、稲脇、稲脇ですね、はい、どこまででもある程度はいきそうです。そうですね、これチューンを重ねたら、うん、本一に行ってやろうと。なるほど、うん、この親は稲脇にとってはすごく大事な親ということですね。そうですね。フリカもまだ親が残っているので完全に目がないというわけではないですね。わけではないです。さあこれでいっちゃいますか。チューンを打ちましたね。ただ目いっぱい広くは受けてるものですね。そうですね、手に対して目いっぱい広く受けましたね、はい、さあ席を5いいペン3品を引いて、ね、パーソー短期で転廃してますか。あ、これはさあ稲脇考えてますね。いきましょうか。いきます、はい、本一に向かいます。ワンツーワンの両面を払っていきました。数案が、数案が、数案が、これもこれドーンですよ。リーチ、これドーンですよ。数万が、いい数万のリーチになりました。これも一発でドーンですよ。これは、これ見てください。いきます。一発で、一発でした。うわ、リーチ一発ピンフ。ドラが18,000の報酬となりました。これは、めちゃくちゃ丁寧にいくなら数万からいった方が、そうなんですね。だったですね。多分あの馬が一人の現物で、はい、かつ関谷が両馬を切ってたので、はい、まあ、片筋にはなってるな。そうですね。なので馬の方が安全度が高いので、まあ、数万からいった方が、ここでドラの両ピンより行くっていうね。そうですね。多分転廃、転廃しましたもんね。はい、完全に。12,000の転廃やったんで。一巡の切り順だけでこんなに変わるんですね。関谷もようリーチしましたね。来ましたね。まあでも、ね、関谷も、点数足りてないし。そうですね。野村を追いかけないといけないんで。しょうがないです。まあそうですね。はい。2曲、入川の親番となりました。ドラが3品です。入川の親番で野村が、はい。なんかあんこと。なるほど。これは、仕掛けてきそうですね。野村は現状トップなので、曲消化もしたい。でも、という感じですかね。カニャンピンが埋まったらリーチしますね、これ。サブロー急走。サブロー急走は、野村ですね。負けそうですね。野村が、この手ですね。ヤンピンを引いたら、ぶっころリーチですね。ぶっころリーチ。この曲で決めると。ヤンピン地位からとかはありますか？しますね。します。僕はします。ドラ表示牌なんで。はい。このリャンピンは、リャンピンのいい形に変わりましたね。全部仕掛けてもいい形ですね。これ今2着目の席だと1万点差ぐらいなんですよね、大体。1万点差。で、あと2曲あるんですよね。はい。で、しかもその2曲は、入り川が上がりに来ないんですよね。はい、なるほど。もう、親がないので、上がりに行っても届かないと。なんで今、はい、この3枚目の9層ですよね。地位しませんでしたね。お、なるほど。これも決めると。はい。例えばこれがリーチなんとかだったら、はい、地位して、はい、1000点、はい、上がるはあるんですけど、リーズのなんドラで、2000、4000がね、こうすごい目の前に見えちゃってるんですよね、くっきり。はい。これですよ。いきますよ、これ。これこういうことですよ。打ちました。リーチなん。ドラが1枚でこれで積もって漫画にすると今度は関谷とまた2万点離れるわけですよね、はい、1万点プラス今の漫画の積もで、1万点関谷にとっても苦しくなると苦しくなると。なんでもう俺はこの手で決めるぞという主義主張の急走スルーでしたね、はい、あ、なるほど。急走地で取らず稲脇考えてますがパーピン切りました。パーピン現物ですね、うん。稲脇も、まあ、まだ親番がもうないんですよね、稲脇は。はい。ないんです。ないので、ないので野村と、残り3局で、はい、3万4000点差、はい、ぐらいをひっくり返さないといけないんですよね。うん、3万4000点差をどうやってひっくり返しましょうか。3万4000点差、きついですね。
直撃がないと難しいですよね。そうですね。ここで12,000円直撃とかがあれば、直撃ぐらいをしたいんで、稲垣はここを押し返したいですね。もう。なるほど。ここで8,000って言いたい。そして押し返す手になってきましたね。はい。さあ入り川がここで。入り川。手が進んでいい感じですね。入り川親子か。入り川は全部言いますね。はい、入り川ですね。はい、いいかはここの親が落ちてしまってちょっと苦しくって、稲脇がニャンピンを掴んで現物いかないんですね。これはね、結構もう振りかぶってもいい場面だと僕は思うんですけど。なるほど。ですよ、はい、イースーチーピンが、はい、イーピンが3枚見えす、イースーチーピンがすごい薄いんですね。はい。なのでちょっと引き気味の選択ということですか。あ、なるほど。は一覧目、二覧目の。こちらリアンピンとなってます。あ、引いてきましたね。これは無理ですね。これは、あ、でもすごい通ってるけど、これは行かないとダメじゃないかな。もう、そうですね。めっちゃ考えてますね。これは考えますね。これを通した後に、さらに、ソースの2増か3増が絶対勝負しなきゃいけない範囲なんですよね。はい。それも込みで、見合ってるのかという判断なんですけど、ね、これはいきましたね。はい。はい。これが、野村の上がりとなります。リーチ、ナン、ドラ1と5200の上がりとなりました。はい。これはいい。しょうがないでしょう。はい、そうですね。戦える手でしたしね。43,300点持ちとなりました。現状ポイントトップとなっております。さあそして難三局、親が関谷、これで トータル2着ですね。関谷はこれで一騎打ちです、はい、の感じになってきましたね。関谷は野村を追い越せばトップと。そうですね、はい、なので残り2局で、関谷はとりあえず最低でも野村をまくらなきゃいけないと。はい。稲垣はちょっともう苦しいですね。稲垣と入川は、はい、ドラは数層になっております。実質最終局みたいな感じですね、これが。うん、はい、野村としてはもうこの局を流してしまえば、はい、関谷との差が、今で15,000点ぐらい大体あるので、はい、まあ、マンガンツモで届かない点差までいけるので、はい、お数ワン層なので、まあ、野村としてはここを流せば相当勝ちに近くなると、はい、なのでこの手ですね、はい、は、もう今自敗切ってパンパンに構えてますよね、はい、っていうのはもうこれは稲脇と井川はもうほぼ上がり目がないので、はい、関谷だけ見てればいいんですよ。なので今2人で麻雀してるので、うん、2人で自分が上がらないことには、そうなんですよ。なんでもう安全牌を持つ必要がないぐらいの感じですね。なんでこれはもうほら、こう見てください、パン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 、何一つ逃さない。これはタイヤオで絶対上がるんだフォーメーションですよ、これ。なるほど。これ入り川でちょっと気になる手配になってますが、急走が貫通になってます。貫しちゃっても貫しちゃってもいいぐらいですけど、入り川は入川は10万点トップぐらいでやっとという感じですかね。これちょっと入川は目なし、目なしですね。これスワンコのイーシャンテになりまして、貫をします。まあ、100万つも100万つもで、そうですね、条件いきますか。これでローマギースワンコのイーシャンテに構えます。これはパワーマンチーソチューン、絶対スワンコですね。絶対スワンコ、他から見ても絶対スワンコであろうと、絶対スワンコですね。稲垣がジーピンが入ります。稲垣はこれは野村から何を分かればいいんだろう。野村から倍が今だっ、ああでもこのまま上がっても次局100万つも条件は残りますね、稲垣は。なるほど。入川は何としてもここで100万を上がって、入川はそうですね、一旦100万を上がるところから、うん、でこれ入川からリーチが来ても
野村はそうですね、出上がりはしないかもしれないというのがあるの。野村から上がっても、うん、野村から上がってもない。親の席屋がペンチーピンを地位しましたが、これはテンパイ。野村から上がってもなさそうですね。3倍マン、3倍も上がってもそれでも厳しそう。それでも厳しいですね。関谷はこれ、あ、関谷ピンチピンチ、はい、関谷のピンチピンチですか。これは形式テンパイフォーメーションですね。形式テンパイフォーメーションですか。間に合わない、ね、親をつなぐために、次につなぐための、そうですね。で、はい、これは実は野村はすごいやりにくいんですよね。なんでかっていうと、ドラが数層とウーマンだからなんですよね。なるほど。役がはいないのか。さあ、関谷がさらに仕掛けていきます。2フード目手をポンしました。これ役はありますか。これ役ないです。可能性ですね。可能性として、可能性としてちゃんた本一も10はだいぶ切れてますね。野村が言いそうで止まって、言いそう打たなかったですね。ちゃんたか、はい、ちゃんたか、ちゃんたがあるから。でもちゃんただったら安いんですよね。なるほど。野良が1枚も絡んでないんで、はい、なのでこれは稲脇テンパイですが、差し子のーリーチしましたね。差し子酸素つもなら上がるぐらいの感じですか。まあでもこれ何でも上がったら、とりあえず役満の条件は残ってるんで、多分何も上がっても、はい、これ以上高い手を上がってもあんまり変わらない。役満の条件から役満の条件ってことですか。トリプルぐらいにはなるかもしれないし、ちょっと4万4千点差、トラドラも2枚ありますしということなのかもしれませんが、上がらず、上がらず、今の、はい、今のピクってなって上がらず、上がらず、関谷は降りないです。これ関谷は経典前置です。なるほど、はい、関谷は降りません。で、野村は降ります。あ、野村もテンパイ取れたら取れた。稲脇のピクリがね、ピクリがめちゃくちゃ気になりますが、三河は三河は、まあ、テンパイは取れたら、テンパイ取れたら、まあ取れたところでどうなのっていう感じですけど、リカは中を切って対応していってます。あ、中がなくなったからですね。もう、はい、お、関谷が形式テンパイを組みましたね。で、今、はい、今ですよ。はい、あれか。これ、リカは、はい、関谷にアシストしないといけないんですよね。はい、関谷は一応上がりの形にはなりましたが、役はありません。そうです。関谷にテンパってもらえるようにしないと、はい、ダメなんで、1局だとまくれないので、はい、もう1局やってもらうためにアシストする。そうですね、アシストしないといけないので、そういう牌をもしかしたら切っているのかも、切っていないかも。なるほど、切っている可能性もある。結果はもうテンパってるんであれなんですけど、はい、そうしてたらロースを切りません。一応テンパイは見るね。テンパイを目指しながら、はいはい、はい、流局となりました。テンパイは関谷と稲垣。関谷はね、テンパイ粘りましたね。そう、粘りましたね、はい、ペンチーピンの仕掛けぐらいから関谷は、はい、まあ降りないですね。関谷は絶対降りないですね、はい、野村もちょっと親に報酬は嫌だという感じで、戦える場面やったかもしれないですね。はい、さあ、この一局伸びたのがどう変わるのか。難三局一本場、親は引き続き関谷です。ただ、まあ、稲脇のリーチはもうさすがにね、折りやと思うんで、はい、まあ、関谷もね、親の満願一回上がれば届く点差なので。そうですね、関谷はもう折りないです。来ました、来ました、関谷来ました。関谷タイム来ました。関谷タイム来ました、これ。関谷タイムが来たところで、はい、野村のハイパイが悪くなり、なるほど、
2人はやることがないやることないはちょっとあれですけど、はい、これですよ、これ、これはいいですね、いい形、いいシャンテンですね。六チッパが見えてました。今六チッパにしか見えなかったですね。今これは一波乱起きそうな六七八って書いてましたね。あ、これ上がってもまだ野村の親もありますから。さあドラは初です。さあ、テンパイしました。これは三色、これはダマもピンフ三色のテンパイ関谷、因数相待ちですが、リーチをするかどうか悩んでるのかな。リーチです。リーチしない。リーチしない。え、なんだなんだなんだろう。ちょっと待ってください、ね。直撃を狙ってるってことなんですかね。出た。出ました。すぐ出ました。でも5800ですよ。ピンフ三色5800は6200の上がりとなりました。これ。リーチしないのあれは1枚見逃した後にリーチとかもあったんじゃないですかね。アルティメットつむぎりリーチですか。そうですね、これ1枚イーソー出たのを見逃してからリーチすることによって、さあこれで関谷がトップ目に、なんとトップ目というかこの半チャン2着目ですが、トータルポイントトップ目に立ちました、うん、なんかあれ、いやなんかすいませんでした。はい、しっかりターゲットを捉えた上がりとなりましたが、捉えましたね、捉えてましたね、すごいうまくいきましたね。はい、野村もびっくりしたんじゃないでしょうか。びっくりしたでしょうね、はい、30名にいるんですよ。3色5パーで飲んでるんです。いや、来ましたよ、この3曲2本場です。ドラが急走となりました。親は引き続き関谷、今5800を上がってトータルポイントトップに立ってます。これで野村もちょっとうかうかして、はい、野村はチュンが統一ですが仕掛けていきそうですかね。仕掛けそうですね。続いてイリカは、うん、イネオヤの関谷、稲脇は、はい、関谷と、はい、4万点差、はい、以内に入っておけばオーラス万つも条件、じゃあ約万つも条件が、なるほど、合ってますよね。合ってます。8000、1万6000なんで4万点差以内ですね。でそこは最後、オラスは野村が親番なんで、まあ、野村とはもうちょっと猶予があると、うん、うんうんうん、なるほど。なんでここは関谷に上がられるのが一番嫌ですね。そうですね、関谷に4000オールって言われるといよいよ目なしになる可能性がある。だからこれはこんだけ、はい、あでもドラドラか、まあすぐ上がりに価値もないことはないですね。うん、ドラは急走です。さあ、何決めましょうか。選択ですね。E マン。なるほど。ピンフ効率ってやつですか。6ブロック。キューピン切る人もいてますよね。キューピン切る人もいるかもしれないですね。うん、キューピン切ると完全インシャンテンやりやすいんですかね。うん、親の関谷は目いっぱい。稲脇がドラが3枚になる。これ全然狙う価値あると思うんですけどね、スナンコ。これありますね。一旦リャンゾーは切るんですけど、あ、リーチましたね。リーゾー3アンコードラさんで。はい。今回はね、3層でも3万でも上がる。積もれば上がるんで、ピクリは 見れますね。ないですね。リーゾー3アンコードラさんで、はい、裏が1個でも持って倍満になったとして、if 倍満になった、おー、イースーソー一発もじゃないですか。じんちゃんはなかったか。じんちゃん3色、まあでも積もれば積もりますよね。積もります、積もるんですけど、これ倍満積もるとどうなりますか。自局倍満積もると4000、8000を積もると、今度は野村がトータルトップ目に立ちます。立って、ね、はい、それでも、それでも1万倍積も条件ぐらいですか。倍積もぐらいでいきますね、うん、そうそうか、100万積も条件、自身の条件は軽くなりますね。倍満積も倍満積もですね。はい、力が入ってる稲脇、羽満積もだと、さあ関谷まっすぐ行ってますね。
関谷はまっすぐ行きます。関谷はまっすぐ行きますとも言い難いのか。そうです、上がっといて5800上がったのか、うん、今トータルトップは一応関谷になってるんで、関谷としてはどうなんでしょう。筋になった。関谷は今ローソンがもう2枚見えたんですね。4、5、あ、テンパった。天敗になる。リーチするかどうかですね。リーチしましたね。リーチしました。現物ですが、関谷がロー級層待ちのリーチです。もう親番で決めると。はい。これに対して野村が考えてますね。チーするかどうか考えてるってことですか？そうですね。一発消すかどうかどうかと。はい、動きました。野村のチーが入って、ね、一発がなくなりました。一発積むの、うわぁ、これは、裏ドラの方。リーチ、ピンフードラ1。唯一の。5800は、6400の上がりとなりました。関谷の上がりです。関谷がさらに加点した形となりましたね。いや、攻めた結果、すごくいい目が出ましたね、これは。はい、まさかのローソー。そうそう、チーして。スワンコは、スワンコ。頭でありません。そうそう、3枚引いてきたんで、ね、まあ。その時はチーが入れない。そうですね。今、野村のチーは、2回の一発消しができるんですよね。その、稲垣の一発宝珠論と、はい、関谷の一発積もと。なるほど、どっちも。2回の一発抽選があるので、それを2回キャンセルできるので、まあ、そういう意味で一発消しできるなら、はい、まあ、いつもよりは、した方がいい局面かもしれないですね。ゾーン3曲、3ボンバ、ドラが白になりました。親は関谷です。関谷はただいまトータルトップ目。大きいですね。これで野村と、はい、大体9000点差ぐらいですか。はい。このハンちゃん2着の関谷ですが、44200点持ちです。じゃあちょっと差ができたことによって、またさらにもうちょっと押しやすい、はい、いいというか、もう一発決めてやろうって思ってるかもしれないですね。関谷がですか？そうですね、関谷が、うん、もう一発ここで決めて、まあリスクを先に負うっていうやつですね。あのコーラスは本当に野村しか上がらなくなるんで、はいはい、おそらくこのままいくと、うん、なので、まあ自分が転敗した時に野村に一回報酬しても、はい。はい、自分がテンパって、例えばピンクのみでテンパして野村からリーチがかかった時に、一、はい、回報酬してもまだなんとかなるぐらいの、はい。猶予を今作っておく、はい。っていう考え方がありますよね。はい、今頑張って。なるほど。稼いでおいて。さあ、関谷、E ピンがあんこになって、はい、が進んでました。まあ、野村のリーチぐらいはいきそうです。野村以外のリーチには。はい、ですかね、しかもドラドラですかね。ドラの白が統一です。関谷、まあテンパったらリーチしますね、これは。なるほど。いいかは今回も数アンコを見てますかね。これですね。あ、すいませんでした。はい、すいません。はい、リーチしませんでした。半分層待ちの転廃、役はありませんが、リーチはしてません。しませんでしたね。すいませんでした。ハグが出たらポンしたい。そうですね、ハグが出たらポンして、E ピン切って、半層転廃、はい、まあ、短期転廃とても取れるんで、愚形ではいかないっていうことですかね。はい、野村は、これは考えてますが。そうです。7、8、9か。あ、ウーピン、ローピン、行くか、ウーマン切るか。おーっと。789は見ない。789にしない。はい。上がり率だけで選びましたね。なるほど。チーピンがね、2枚切れなんですよね。はい。これはちょっと厳しいですね。2枚切れてますね。なので、まあ、ここはもう一発的に親をこれ以上やらせないと。なるほど。関谷のこのフォーメーションはどうですか？カウンソー待ちのテンパイが。これは、白をポンして、スーソー切って、ローソー短期取るフォーメーションですね。なるほど。おそらく。角がもし出たときに、ポンをして、ローソー短期待ちに。しようと。しようと。それが読まれにくいようにするために。やるぞと。はい、するぞ、端っこに。ポンするぞと。教えてくれてますね、はい。解説しやすいフォーメーションですね、これは。教えてくれてますね。はい。テンパいましたか？まだですね。
さあ、稲脇は本一。パースを切りました。はい。イリカはチートイツの印象点ですが、稲脇ももう国士に向かってるんですかね。なるほど。国士無双を狙ってると。そうそう、もう地球人は生きてないんで。この村が、村はこれはまあ一応7、8、9のテンパを逃した形にはなりましたね。そうですね、ローピンが頭になってたかもしれないと。なんとつもぎりリーチ、つもぎりリーチ、関谷がつもぎりリーチとなりました。これは分かりましたよ。関羽層町の、これはね、分かっちゃいましたよ。わー、リーチ来た。これは、あの、稲脇が、はい、ソーズの本一をやってるのか、はい、国士無双をやってるのか分かんなかったんですね。はい。ただ、パーソーリャンドって出てきたことで、はい、あ、国士ねってなったんですね。はい。なので、この関羽層で、本当あの、まずソーズの本一やってたら行きたくなかったんですけど、ソーズの本一じゃない可能性が高まったので、はい、なるほど。関羽層でリーチに踏み込んだと。はい、いうことではないでしょうか。それに対して野村が関数ピンのリーチです。できましたね。追っかけリーチですね。直撃できそうだからということですか。もうありますし、はい、とりあえずもうこう終わらせようと。そうですね。なんとしてでも、はい、これ以上のこれ以上やらせられないと、うん、そんなつもぎリーチと。はい。このつもぎリーチはどう見えますか。どう見えるんですかね、これ。高い可能性もありますね。なんて言ったってあの5800をダマにしてた男ですからね。そうですね。あ、嘘が使った最後の1回の嘘ですね、多分。訓録ですか。テンパネフォーメーションですね。フォーメーション好きですね。テンパネテンパネフォーメーション、ね、9600の上がり、9600は3本番ですね。15000の上がりとなりました。これで2万点差は相当痛いの。関はトータルトップ、現ハンチャンでもトップに立ちました。はい。54,600 点持ちです。ただまあ痛いんですよ。これめちゃくちゃ痛いし、はいはい、差が今3万点ぐらいですか、はい。3万点以上の差になっちゃったんですけど、はい、最後の親番はマジで本当に1対1の勝負ができるので、いつもよりは。そうですね、3万点差とはいえ全然まくれるチャンスは野村はまだ親がありますありますね。はい、トン三局4本馬ドラが9-1となりました。野村のうわ、なんだなんだなんだ、手配にピンズと自配しかないですよ。ピンズと自配しかないですよ。ざわざわしますよこれは。メンホンチートイシャンテンぐらいしゃ今メンホンチートイヤンシャンテンのヤンシャンテン、はい、本日の普通のリャンシャンテン、リャンシャンテンですね、はい、これいきますね。これはすごい。ペアは9万、はい、チーピンとか出たら、はい、チーしないな。チーしたらこれチーをすると上茶がそうですね、上茶が関谷とこう並び順がちょっと不利なので、はい、いっぱいお腹してくれなくなっちゃうんですね、はい、多分これなのでなないですね、ちょっと面前で我慢しますか。面本にしましょうか。イリカはスワンコですね、また。イリカはスワンコを見てる。すごくいい形で。本一みたいな。さあ、野村がドラを引いてきて、これもつもぎり。これ関谷から見たら何かやっとるなとなりますか。野村ですか。はい。何かやっとるなと。なる。ドラの9万。ペイを切ってるんですよね。あ、さあ、ピンズを引いてきて、スーピンを切りました。お、メンホンチートイです、ね。チートイツの方に、もう、決めたっていう感じですかね。関谷は、関谷が、まだまだと。ハイパーマンオープンしました。オープンしてドラ切りましたね。はい。スピード重視ですかね。そうですね。上がりに行きましたね。野村がもう、ドラ、そう、野村がドラ切って、できてるんですよね、はい、それを見て自分もスピードを上げないと、ね、何かをやってるのか。安い手だったら関谷が関ローピンの転売、関ローピン、関ローピン全員切りそう、はい、まだ全員入り川とかでも切りそうですね。そうですね、全員切りますね、はい、で野村も切っちゃうんですね。これ、じゃあこれ中からチーピンが出ましたね。
チーピンとリアンソンの頭待ちにも帰れたとは思いますが、ここはチーピンを切っていきましょう。うん、横待ちしなかったですね。はい、はい、さあ野村はイーシャンテンです。ウーピン、ハクハクハクを切りました。これはぶつかりそうですね。お、参考にしちゃって。また3号ですね。まだまだ3号ですね。3号って思ってました。はい、あ、3号か、はい、5号に見えました、はい、失礼しました。リアンソーなら普段のね、本一だったらこれも嬉しいんですけど、この条件だとちょっと厳しいか。ウーピンは野村からも別に出そうですよね。野村からも出ますね、この、はい、出ますね。もし引いたら野村出ますね。これも連戦が無理なんで、はい、これも出ますね、はい。ちょっと自敗のありかが分からないですね、はい、野村が。分かりにくくなりましたね。ちょっと自敗抱えてるんですけど、リャンピン、リャンピン考えてますね。考えてますね。あ、切りますね。はい。キューピンもそこにあったん書いてる。キューピン。関谷に対してあれ積もりましたね。関谷が単野の積も、500オールは900オールの上がりです。関谷が加点加点と。加点加点ですね。はい、していってます。500は900オール、ほぼ1000オールですもんね。はい、そうです。大きいです、大きいです。ターゲットの野村からも取れるんで、ね、取れるつもりなので、もちろん大きいかなと。もう稲脇と6万点差がついてますが、気づけば6万点です。だいぶ厳しいですね。だいぶ厳しいですね。稲脇も、はい、約万2回条件ぐらいですか。はい、6万点だと倍率も、倍率も約万つもぐらいですかね。倍率も約万つも2回の上がりをすればなんとか届くかなぐらい。4万点で100万点、まあ、そうですね。倍率も100万点ぐらい条件になってますね。なん3曲ドラが E ピンです。5本場となりました。親は関谷です。これ終わるんですかね。これね、終電なくなりますね。これ終わるんですかって。これはもうこれね、終わらないですよ。やばいですね。まだ関谷はさあ、まだまだ上がりに向かうんでしょうか。野村の親がある限りは関谷としても加点したい、まあ、そうですね、ところなんで、これね、入川と入川はもう、はい、これこの曲100万上がんないとどうしようもないんですよね、うん、はい。なんでこの曲やることがないんですよ。この曲100万上がり以外、うん、稲脇は100万か倍万、はい、なのでそれ以外は基本的にやることがないと。はい、で野村の手配が、まあ、今回はいいですけど、はい、悪か、悪いってなると、はい、終わらないんですよね。これ終わらない、終わらないんですよね。関谷もまあまあ良さそうな形ですが、野村が勝ちとなりましたね。次のイーシャンテンで、はい、もう何でも上がりますね。これはもう何でもリーチして、お、まあ、とにかく関谷の矢を終わらせないと。終わらせないと、ただすぐ飛んできそうな。関谷も手が進んでますね。入り感も、まあ、普通にもう手作ってますね。まあ、流局してもテンパイだけはそういう感じですかね。っていうことですかね。入り感は条件が来た。あ、リーチですね。リーチしました、はい。野村のリーチ、サブロー9万待ちです。さあ、これに対して関谷がどう出るか。テンパイしましたね。ドラ行きました。ヤンパーピン待ちの闇点ですね。一発でドラ行きましたよ。一発でドラ取りそうです。取りそうですけど、とはいえ、行きましたね。ドラ切ったなみたいな感じにはなりますよね。さあ、入川は現物がない。またこれは誰からでも上がりそうです。切りますか。何を切ったらいいんですか、これは。何を切ったらいいんですか。
今二刺しにはしたいのかな。そうですね。手かけるとしたら厳しいな。ウーソーロース。ヤンマを切りました。これは関谷が押してる感がありますね。関谷は押してる感しかないですね。ただリーチはしてない。リーチはしてない。出た9万が出て野村の上がりとなりました。リーチ一気通過。一気通過。5200は7700ですかね。6700。はい、すいませんでした。画質悪い。画質悪いですね。ちょっと。雲もっと悪くなった。いや、ここで画質がいいとか悪いとかじゃない。それは問題じゃない。それ問題じゃない。さあ、オーラスとなりました。親が野村。さあ、条件の確認を。していきましょう。現状トップ目トータルポイント首位は関谷。ただいま58700点持ち。はい、はい、ということは、はい、ということはどういうことですか。野村関谷が、野村は関谷はもう何でもいいから、はい、上がったら勝ちと。1000点でも上がればいいと、はい、続いて今親の野村ですが、はい、まあ、親番が続く限り関谷を着順で抜けば。そうですね、関谷を着順で抜かないといけないので、はい、とりあえず、まあ、親番をとりあえずずっと続けることと。なるほど。続いて稲脇。稲脇は、はい、最高位戦ルールは、ダブル役満がないので、はい、残念ながら、はい、目なしでございます。はい、そうですね、はい、そうなりますね。さあ続く入川ですが、同稲脇です。同稲脇、はい、はい、ということはもう実質野村と関谷のがどっちが上がれるかと。なるほど。これは厳しいですね。厳しいですね。自分が目がない曲を打つっていう感覚はどうですか。ありますか。今まで、今までまだ体験したことないです、ね、何もやることがない曲ないですか。まだまだ、あ、この前ありましたね、新人王戦の、はい、5回戦目、はい、僕、うん、ラス目かなんかで、はい、ポイントもなかったんで、うん、やること完全に国士行ってリーチ入って降りるみたいな、うん、一応役満の目はあったんですかね、まあ、それけど、まあ、ほぼ目なしの状態でもう、あ、頑張ってくださいと。辛い時間ですね。そうですね。辛いですよね。うん、電車の時間気になりましたね、それこそね。そうですね、気になっ、その時ちょっとね、いろいろ他にも気になることあって、他にも気になることあって、その時確かね、めっちゃ気になる、なんか、あの、その時確か天皇賞かなんかやったんで、あの、今そうそうそう、なんか大間さんの話してますか。大間さんのことちょっと気になってましたね。そうそう、馬どうしてるかなって、麻雀しながら大間さんのこと気にするって、一応勝ってたんやけど馬どうしてるかなみたいな、元気かなみたいな、当たってたらいいなみたいなこと考えてましたね。なるほど、うん、競馬の結果も気になってた。さあ関谷は、関谷、この曲テンパイ厳しそうですね。で野村が、イーシャンテンですね。テンパれるかなこれ。関谷が上がるか、まあぐらいしか。ただ関谷は、この手だとちょっと厳しいかな。なるほど。これ野村に注意させないようにとか考えたりしますか。それしか考えてないですね今。なるほど。自分が上がれなさそうなんで、はい、もう野村に対して泣かれなさそうなところだけをずっと切ってますね。野村の点で敗を伏せても自分自身の優勝となりますもんね。そうですね。で野村はそれを若干察知したので、はい、関谷からだけじゃなくて他の2人からも泣けるように本在の3万を残しましたね、はい、今。なるほど。本はみんなからできる。みんなからできる。さあ他は関谷はもうおそらく完全にベタ折りフォーメーションですね。なるほど。もう野村に1位させないフォーメーション。そうですね、自力で引けるかどうかですね。はい、
さあ野村はいい射点ですが、ここで天杯が取れるかどうか。さあ良くなりました。良くなりましたね。良くなりましたね。取れるのか、取れるのか。本局の終盤となってきました。サブロー9層3万数万チーピンです。サブロー9層3万数万チーピン。サブロー9層3万数万チーピン。3万数万チーピン。残り2巡。残り2巡。2巡ぐらいですね。呪文を頭の中で唱えてると思います、今頃。関谷は泣かせられない、泣か、あ、もうないんですね。泣かせたくないですが。パマ。パマ。サブロー9万、あい。あー。あと1回のツモで。ツモあと1回。野村が転敗できるかどうか。あと1回しかないですか？あと1回しかないんですよ。あと1回しかない。あ、もうこれで、あ、そうですね。うん。ここ。うわー。転敗できませんでした。最終局、オーラス、野村の脳天の終了となりました。全員脳天ですね。はい。はい。ということで、この結果。この結果、優勝は関谷となりました。強かったですね。強かったですね。このハンチャンでもトップ58,700点持ちのトップとなりました。今回のハンチャンは2着目入川は39,800点持ち、3着目に野村30,000点持ち、4着が稲脇マイナス8,500点持ちとなりました。はいはい、すべての対局が終了いたしました。はいはい、トータル首位が関谷、2着が野村、はい、3着が稲脇ですね、稲脇4着に入川となりました。はい、はい、いかがでしたか。突き抜けましたね。突き抜けましたね。特に一番強かったのが、うん、稲脇のリーチを受けて、はい、関谷が、南の3局ですね、はい、結果的に稲脇から5,800で上がったリーチピンフ、はい、サブロッソ、稲脇のリーチが先に入ってた曲ですね、うん、そうですね、に対して強気に押し返していった曲ですね、はい、あそこがまあ一番決定だというか、はい、結果的にあそこでさらに加点したことによって、はい、オーラスすごく楽に予見ができて、うん、結局それが、ね、絞り倒して最後勝ってたと、はい、いうことで、しっかりメインラインの聞いた、そうですね、うん、すごくいい押し引きだったなと。ビリガーの意地を、ビリガー強かったですね、はい、見せていただきました。選手の皆さんが戻ってきたようですので、順番にお話を聞いていきましょう。4位だった入川さんからどうぞ。あ、どうぞ真ん中におかけになってください。あ、はい、はい、お疲れ様でした。後ろに立っといてもらったらいいです。はい、阿部さんどうぞ。はい、はい、どうでした。いやー、ちょっと緊張しました。緊張しました、はい、でもまあまあまあ、これが練習で、本番の対局ではもう絶対、そうですね、頑張ってください。ます、はい、あのカツさん、2枚ぐらい見えたカンパンは曲げるかなと思ったんですけど、あの、追っかけ、追っかけ野村さんに対して、あー、そうですね、ちょっと取らなかったんで、ちょっと、あね、なるほど、今回はまあ、はい、残念な結果でしたが、これを踏み台にして、はい、はい、本番頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。入川さんでした。お疲れ様です。続いて3位で終了となりました稲脇さん、どうぞ。はい、はい、お疲れ様でした。どうでした。疲れた。最後の何か疲れましたね。まあ、しっかり最後まで、ね、対応して勝負に行ってたかなとは見受けられましたが、最後ね、バイマン積もって、うん、羽マン直撃ぐらいで目が上がったんで、うんうん、それぐらいまで頑張るかなと思って、はい、条件のあるリーチはあったんですけどね。はい、そうですね、強かったです。だいぶ守備的でね、守備も光ってました。全体的には守備がすごい光ってたかなと思います。はい、3半茶目のトンバがちょっとね、はい、ガンマンコ落としのやつで刺さって1万2000円だったんですけど、あれがちょっとね、あれなんでガンマンだったんですか。あれまあ何も数字がないんで2233かなんかで、あんこやったんで、はい、30通る、そう、なるほどなるほど、そういうことだったんですね。そうなんですけど、まあでもしっかり落ち着いて打ってもらって、うん、守備もすごかったんで、本番は、はい、本番は、はい、そうですね、はい、経験にして、はい、はい、頑張りたいと思います。頑張ってください、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
では2位となりました。野村さんどうぞ。はい。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日負けに来たと言ってましたが、はい、最後まで、まあ、最後の最後までいい感じで。はい。はい、いや、もう。月についてたはずやった、はい、ね、浦さんの時はもうあの時はね決まりって決まった思いましたけどね、あ決まりって言ってた、言ってたんですけど、言ったらよかったですね。最初あんちゃんもね、うん、何曲ぐらいまではずっと、はい、うん、やっぱもう関谷先輩が強かったですね。三色玉痛かったですね、はい、いいすっそうなんです。いいそう、めちゃくちゃ早い順目で、はい、負けといてくれもそうですね、負けといて生で打ち取られて、はいはい、あっこからこうバンバンとね、はいはい、でもね、カウンソーに補充して、そうですね、あれでもう決まりましたね。うん、あ、訓録がいたかった、はい、あれで決まっちゃいました。はい、生かして、はい、本番頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。それではトータル首位優勝となりました関谷さん、どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。いかがでしたか？あ、楽しかったですよ。楽しかったです。まあ、皆さんの練習相手になれば。素晴らしいですね。もう貫禄が違いますね。突き抜けましたからね。もう練習相手やったら。胸を貸してやったぞと。皆さん本番はね、はい、いい結果残してくれたらいいと思うんですけどね、僕は予選で惨敗したんで。あ、そうだったんですね、はい、皆さんうまいことやってくれたらいいと思いますなるほどなるほど、まあ、あとは皆さん応援するっていう形でしっかり、はい、ぜひね関西に、はいはい、今日しっかりトップ取ってみんなに後を譲ってもらってそうですね、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。以上で本日の配信は終了となります。 みんな来てください。あ、じゃあみんな最後で、はい、はい、はい、お疲れ様でした。はい、以上で本日の配信は終了となります。この番組は主催最高位戦関西、協賛株式会社鳳凰、配信はジャンサク TV でお送りしました。ちなみに本番は、本番はいつですか？11月11日スリアロチャンネルさんにて放送予定です。皆さん、あの今日のやつを見た上でぜひ本番のやつを見てください。どれぐらい活かせてるか、もしくは行かせてないやないかとなるかどうか、また楽しみにしておいてください。では皆さんおやすみなさい。お付き合いありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。